今日は少しこのスタンダードの合格テキストの長所と短所ですね、こういうのをちょっと喋っていこうかなと思います。で、全部長所と短所を出すことはちょっと難しいかなと思うところがあるので、長所だけになったり、あるいは短所だけになったりするかもしれないんですが、ご了承お願いしますということで、はい。で、このまず早速なんですけど、民法はですね、民法は3冊ありまして、これはほとんど出来が完成してると言っていいかなと思う。すごい理解もしやすいですし、あとはですね、この順番ですね、順番も条文通り、まあ、多少入れ替わってるところもあるんですけど、割としっくりくるようなやり方で書かれてました。すごい理解しやすいのと、うん、ただちょっと判例が少ないかなと。まあこれはしょうがないんです。民法の判例たくさんありますので、これを全部載っけるのは多分どのテキストにも難しい。ブレイクするならできるのかなでもちょっと難しいと思うんですけど、まあ割とバランスよく判例も載ってます。で、不安ですと、そこまで深掘りして判例勉強しても効率が悪いので、僕は判例六法で使ってたのですが、この民法はすごい分かりやすかったです。はい。初学なんですけど、十分対応できました。で、この民法、まあ全部のテキストにも言えるんですけど、テキストの周回ですね、高速で回すぐるぐる回しにすごい適してると思います。というのもですね、余分なことが書いてなくて、書いてない割に見出しが多い。あと、まとめてくれてる部分もありまして、結構使いやすいんですよね。うん。で、あと余白も適度にありまして、あとは、そうですね。まあ、こういうふうに、です。過去問、過去に出たところなんですけど、こういうふうに青いマークで出たところ、印つけてくれてるのは、すごいメリハリつけて勉強できると。いうのもあります。文字の色も統一されてますし、書き方も、うん、結構太字ですとか、そういう大事なとこは大事という、すごい見やすく工夫されてるので読みやすいかなと思います。ただ、新しく出たところは多分誤字脱字が多いというのが短所ですね。はい。で、次、不動産登記法なんですけど、こちらは2冊。あります。1と2ですね。で、この不動産登記なんですけど、不動産登記の方は、すごい、択一とです。択一と記述。これがごちゃ混ぜというか、両方勉強できるようなシステムになってます。ですから、ひな型もこちらのテキストで、択一もこちらということで、さあ、記述とひな型が2冊、で足りるかという不安。これがデメリットですね。逆にメリットの方はすごい基本を押さえてある。うん、例えば、登記に更新力はあるかとか、そういうのはもう基本中の基本なんですけど、うん、そういったところはかなり早い段階で出てきますし、不動産登記とは何かと。まあ、初学、初めて勉強される方にも、わかりやすいように1から10まで説明してくれてるというのがメリットですね。ただデメリットは何と言ってもこの科目一気に不合格に近づいてしまうデメリットがありまして、それは先例が圧倒的に少ないんですよ。先例、まあ、不動産登記のこの型を載せたりするという、あと添付書類ですね、こっちに追われてちょっと先例の方がかなり手薄になっていると思われます。ですから先例は別に買って勉強した方が、うん、合格する、しやすいかなと思います。はい。で、次に、こちらの商法なんですけど、商法ですと、会社法なんですけど、これもまた初めて勉強する方もすごいわかりやすくなってるんですが、が、デメリットは何と言っても組織再編のところですね。この組織再編のところがすごい短くなってます。まあ、突っ込んで勉強してもそんなに点が取れないというのもあるんですけど、この組織再編のところがすごく分かりづらいというのはこの最大のデメリットですね。ここはですね、
テキスト何回やっても、入ってきません、頭に。それぐらいちょっとわかりにくくて、うん、自分で、巨大な紙とかにまとめた方がいいですね。ノートだと収まりきらないんですよ。ページまたぐので。これだと、このテキストと同じでちょっとわかりにくいので、例えばおすすめなのは大きめのカレンダーの裏ですとか、そういうのに書くと、間違ってくるのかなと思うんですけど、自分でまとめた方が勉強はしやすいですね、この会社法は。はい、それが一応この会社法のデメリットということになります。で、こちらの商業登記なんですけど、商業登記の方は、これも択一の方でちょっと不安なところが多々あるといったところです。はい。そしてこちらの民事訴訟の科目なんですけど、こちらはですね、割とコンパクトにまとまってまして、すごい読みやすいです。こちらも初めて、勉強する方でも勉強はできるようになってます。はい。ただ、図とか表が出てこないので、かなりイメージはしにくいかなと思います。ところが、割と民事執行や民事保全、しっかり書かれてて、要所を押さえてるので、択一の方はこれでかなり対応できるかなと思うんですけど、ややこしいといえばややこしいです、かなり。はい、それでこちらの供託とか司法書士ですね。こちらのテキストは、供託法は条文を載っけただけのような感じが、やむを得ないんでしょうけど、あと司法書士もそうですね。で、ただ司法書士の方は、ちょっと救われる点がありまして、図が乗っかってます。多少なんですけど。これがまだ救いな方で、ただ供託法に限っては条文を乗っけてるだけみたいなところがあるので、他のテキストではどうなんでしょう。ちょっとわからないんですけど、それが、少し解説が欲しかったかなと思うんですけど、でも言ってみてもマイナー科目ですので、そこまで、過去問の方が効くのかなとは思います。はい。で、刑法と憲法なんですけど、こちらの方は特にコメントはありません。コメントはありません。というのも普通だと思います。一応、要領とか理解のしやすさ、それから判例の量ですね。ここも司法書士の択一に絞って乗っかっているので、すごいいい部類に入るかなとは思います。もう本当、好みによって分かれますね。はい。で、全体的な長所と短所なんですけど、やはりですね、これ余分なところが書かれてないので、ぐるぐる回す、高速でテキストを回していくっていうのにすごい適しているかなとは思います。適度に余白もありますので、書き込みもできます。そんなところです。また、はい。また、あと、過去問の方は過去問の方でまたまとめると思いますので、はい。今日はありがとうございました。さよなら。